関谷信之助関谷信之助6月22日から1975年7月21日は日本の内務官僚、感染県知事、弁護士、石川県鹿島郡、崎山村三室出身、関谷助右衛門の4、男として生まれる。第4高等学校を経て、1914年東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。 1913年11月、文官高等試験行政科試験に合格。大学卒業後、内務省に入り、和歌山県地方課に勤務。その後、同県長郡長となる。以後、和歌山県警視、滋賀県理事官、京都府理事官、岐阜県警察部長、北海道庁宅職部長。1931年12月に、新潟県書記官、内務部長などを歴任。 1932年6月28日、山梨県知事に就任。1935年1月、熊本県知事に転任。1936年4月、新潟県知事に転じ。1938年6月、兵庫県知事となる。1939年4月、兵庫県知事を自主体官した。その後、日本百貨店組合理事長に就任。戦後、 1947年に弁護士として活動を始めた。ありがとうございます。